皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今夜もドラゴンクエスト11のお時間やってまいりました。ここだね。あ、生徒、あれ、ドロキーが教えてる。懐かしいなこの曲ね。えどうでしょうか皆さん、ん、あれ、魔物もいるよ。校長先生メダルしてる。あ、かわいい校長先生。ん、あ、歌、魔物も歌うのかな。かわいいね。なんか一人違う制服着てる子がいるよ。転校生かな。あー、こういう歌なんだ。ちゃんとメダルのマークしてる、運動場。あ、終わったね。はい、皆さんよくできました。今日も一日素敵なレディを目指して頑張るのですな。あ、優等生っぽいね。気をつけ。ごきげんよう。あ、ごきげんよう。はい、ごきげんよう。みんな元気がいいね。すごい、みんな走ってったんだ。あ、校長先生。いやいや、お客さんとは珍しい。何かご用ですかな。メダル持ってきたよ。あ、すごい勢いだ。むむ、旅の方、非常に誠に驚くべきことだ。わかります、私にはわかりますな。素晴らしい、あなたはとんでもない才能を秘めておりますな。話せば長くなります。こんなところで立ち話は何ですな。校長室にいらしてくださいな。あ、ルンルンしてる。でメダル持ってる方は大歓迎って言ってたもん。嬉しいんだろうね。さあ来ました、メダル女学園。こんなところに小さなメダルなんかね、石碑みたいなのあるもん。あ、メダルを拾う乙女か、そういう感じなんだね。あ、井戸がある。絶対なんかあるぞこれ。ありがたい、ありがたく入ろう。小さなメダルがあと1個ぐらいあると助かるな。あるかな、メダル女学園の井戸は。結構いろいろいけるよ。あ、スライムが住んでる。ん、ねえねえ、知ってる、この家はね、小さなメダルが大好きね。変わり者の王様の別荘だったの。こういう人目につかない場所に住んで、物陰に潜む小さなメダルの気持ちを王様理解しようとしていたんだって。何かに夢中になってる人って私たちには理解できないような、突拍子もないことを考えるわね。あ、女の子なんだね、この小さなスライムちゃんは。あ、やった、小さなメダル、ラッキー。これで20個くらいにはなったかもな。あとは裏とかにはさすがにないか。あ、上に上がれない。こんなところに別荘か。そんなに小さなメダルが大好きなんだね、王様。王様というか校長先生かな。ん、素材だ、魔力の土か、ありがたい。きっとなんか魔法系のさ、装備品作るときに必要になるから、ありがたい。宝箱、中身が気になる。なんだろうな。お楽しみタイム。ん、精霊石。精霊石って道具でしょ。ね、あ、素材なんだね、精霊石は。でもきっといいものが作れるよこれで。よし、さあ、いただけるものもいただいたし、行ってみようか。ひとまずこのメダル女学園の井戸の中に魔力の土があるってことは分かったね。よし、あと他は、あ、体操とかしてるね。なんかこういう真ん中のところとか、なんか調べたりするとなんかありそうだけど、今作調べ、ん ?2つ?あ、なんか運動してるのかな。あ、メダルを拾う練習なのかな、ぽいね。ん、
向こうになんか吹き出しが。クエストの人、ん？この人なんか色違うのよ。スケバン資格？スケバンにとって一番大切な言葉、目をかけてもらった義理ある人に決して迷惑かけないことなんだ。それなのに与えときたらざまあない。担任の道夫先生が大切にしていた。あ、ムチ？うっかり捨てちまうなんて。道夫先生は優しく見えるけど、怒るとものすごくおっかないんだ。バレたらどんなお仕置きが待ってるか。新しいムチか。けじめをつけたくても、あの京ムチは不思議な鍛冶作った特注品。スケバンの値にはとても無理さ。あー、ムチを作ってって感じ。この学園にたどり着いたあんたなら不思議な鍛冶ってのができるんじゃないのかい。もしできるなら道夫先生に新しい京ムチになるように上等なムチを値の代わりに作ってくれないかい。いいよ。あ、小さなメダル3枚作りましょう。さすがタイミングになるね、旅人の兄さん。図書館の本を調べてちょうどいいムチのレシピを見つけたんだ。使っとくれ。あ、ありがたい。女王のムチ、え、何それ。なんかすごいムチ作れそうだね。どれどれ。女王のムチプラス1以上作っとくれ。先生に上等なムチを渡して、あー、誠意を見せるんだと。分かってると思うけど、女王のムチは先生のだから、兄さんが装備してたらダメだからね。それじゃあ頼んだよ。分かりました。小さなメダル3つはこれありがたいね。他はこの裏とかは特に何もなしか。向こう側は、あ、勉強してる生徒たちがいるか。じゃあこれだけ。中入ろ。校長先生が待ってるから。よかったね、メダチャット地方に来て。ついに校長室ここかなぽいね。なんか、あ、そうだ、ここだ。あ、ただ壺がある。壺は小さなメダル隠してた。ありがたい。よし、いただき。あとこの中、あ、本だ。でも珍しい本はない。うん、校長先生お待たせしました。よくぞ参られましたね、旅の方。私の名前はメダル校長。そのままだったね。そしてここは王立メダル女学園。素敵なレディーを目指す乙女の学校ですな。我が校では授業の一環として、世界中のありとあらゆる場所に散らばる小さなメダルを集めております。メダルを集めることで世界を知り、素敵なレディーに必要不可欠な優れた知性と教養を身につけるのですな。あなたをお招きしたのはここでもない。私はあなたの澄んだ瞳に見たのです。青空のように広がるメダル集めの才能を。しかし非常にまことに辛いことに、ここは女子限定の学校ですからな。入学を許可するわけにはいきませぬ。だがしかし、あなたほどの才能を枯らしてしまうのは非常にまことにとっても惜しいと。そこで、今こそメダル校長の権力を行使し、類まれなる才能を持つあなたを我が校の、あ、客員生徒として認めましょうぞ。ありがとう。じゃあこれで、さあそれでは晴れて我が校の客員生徒となった証にメダルスタンプ帳をお受け取りください。あ、もう持ってるよ。いやいや、さすがは私が見込んだ男。もうソルティコの町のメダル出張所でメダルスタンプ帳をもらっておるのですな。うん、大丈夫。そのスタンプ帳は我が校の客員生徒となるにふさわしい人物かどうか見極めるため、冒険者の皆さんに配給しているものでしてな。あなたが私が認めた文句なしの客員生徒、スタンプ帳にかかっているページ制限はあなたにはもう必要ありません。そうなの？あ、新しいページが追加された。今後小さなメダルを私のところに持ってきたら、その枚数分だけスタンプを押して差し上げますな。スタンプをたくさん貯めると非常に誠に良いことがありますぞ。さあ楽しいメダル集めの始まりですな。
小さなメダルをたくさん集めて私のところに持ってきてくださいませ。持ってきましたよ。7枚。うん、持ってきた。これで20枚たまったよね。よし、やった。ルーンスタッフかな。アイテムゲット。やったね、ルーンスタッフ。おめでとうございます。ついにこのページ分のメダルスタンプをコンプリートしましたぞ。でも次があるの、きっと。しかしメダル集める旅はまだ終わりません。早速次のページに進むですな。次のスタンプは2つか。あ、1個か。そっか、21個になったと。これが22個になった時、25個か。メダル女の制服。あ、これはコスプレがはかどるんじゃない？やったね。1ページ目コンプリートしました。ちょっと待ってね、ルーンスタッフの方を、セーニャ。今ドラゴンステッキだったけど、あ、装備できないんだ。じゃあさ、多分ベロニカとローのうちのどっちかだね。ルーンスタッフ。うん、攻撃力が上がるんだね。こっちにしよう。で、ローがね、一応、ピオラの杖にしといてあげよう。一応ローの杖の方もプラス3にしたんだけど、よし、これでありがとう。ベロニカがちょっと強くなった。あとはいろいろ調べられるようだね。ここにもなんかさ、なんか出てるよ。あ、ん？いいこと？あ、道夫先生だ。この学園で暮らす者の心得として、学園の東にある。ん？入っちゃダメなんだ。あの谷の主は強国な強暴な極楽長。彼らはキラキラ光るものが大好きで、光るものを巣に持ち帰る習性があります。あなた方のそのキラキラとした瞳、宝石のように輝いていますから。あ、そうなんだ。あ、図書館にあるんだね。なるほど。危ないよってことだね。こう調べられないか。特に何もない。まあ図書館調べたら何かあるかも。ここは教会のようだね。ちゃんとこれ書いてあるのかわいいね。地図っぽいね。よし、一旦セーブしとこ。ノエル先生のようだ。よし、さあメダル女学園。いやー、今度からメダル集めがまたはかどる。で、あとクエストの女王の鞭も作んないとだね。だ、今の材料でいけるかどうかが不安だよね。ん？あ、人物の絵か。また向こうにもなんか吹き出しが。この部屋だ。なんだろう。あ、図書館。お、珍しい本。ん？おしゃれダイアリー。おしゃれスーツ。あ、これでおしゃれレシピが一通り揃ったかな。おしゃれなスカーフみたいなもん持ってるんだよね。他は？これはメダル王物語という伝記本。メダルは王様になるずっと前から大好きな小さなメダルを集めるため、わがまま放題やりたい放題生きてきました。けれど生まれたばかりの姫様をその腕に抱いた時、愛しい我が娘をどうにか幸せにしたいと思ったのです。メダル王は三日三晩考えました。姫様が美しく賢く小さなメダルを愛する素敵なレディーになるにはどうしたらよいのか。そして4日目の朝、日課の小さなメダルを拾う体操をしているとき、王様はついにひらめいたのです。そうだそうだぞ、学校を作ろう。素敵なレディーを目指すために少女たちが集う小さなメダルの学校を。あ、そういう感じで作られたんだね。あ、クエストだ。ん？なんか先生っぽいスライムがいたな今。メダル女の七不思議という本。メダル女の七不思議、その七。窓際のローズさん、不慮の事故で命を落としたメダル女の生徒。現世に強い未練を残して死んだ人間は自爆霊と呼ばれる幽霊になり、亡くなった場所から離れられなくなるという。ローズさんは夜の自習室に現れ、そこから動くことはない、ただじっと窓の外を見つめているのだ。永遠に
卒業することのできない彼女は窓の外に広がる遥かなる世界に何を夢見ているのだろうか。まあ、夜来たら会えるってことだね、きっと。この本は開いたページには大きな文字で大吉と書いてあった。柚木城は少し嬉しくなった。あ、これだけ？やっぱなんかスライムの先生みたいなのいる。この本はネックレスカタログ。あ、助かる、レシピだ。理性のネックレス、波読のネックレス、満月の首輪と。ありがたい。ん？あ、結構覚えてる。まだまだ。あ、すごいね、いっぱい覚えてる。あー、これぜひとも読んとかないとだね。この本は魔物の背中で弁当という本だ。スカルライダーの背に乗っている間、空腹を忘れるなんて人がいると思う？そんな人なんて一人もいやしないわ。だから私は魔物の背に乗って旅をする間、カバンの中にお弁当を入れるのを欠かさない。ああ、砂糖3個とたっぷりのミルクを入れた熱々のコーヒーを1ポット、それからサンドイッチを2切れほど。これは完璧なお弁当。魔物の背中でこれを広げるとき、世界が私に優しくしてくれるんだ。料理も作れたらいいのにね。あ、ここにも本。翌年度のメダル女の生徒名簿のようだ。あ、昨年度ね。個性豊かな生徒の名前か。ん？新名簿に差し替え予定。ここは？この子は？私はこの学校で一番の読書家よ。図書館にある本だったら全部読んだことあるんだから。最近のおすすめは？ああ、会長の宝玉って本なの。メダル城学園の東にある谷に暮らす極楽鳥たちの習性が書かれてる。花ちゃんもにゃーんって教えてくれてるね。ここかな、道は。あ、違う、これだ。未開の谷か。それは会長の霊谷かな。恐るべき巨大な鳥型魔物極楽鳥の住みかか。あ、光るものを集めるって言ってたもんね。シルバーオーブ。え、シルバーオーブあるんだ。とある大富豪の邸宅から一夜のうちに盗まれた事例だろう。極楽鳥に盗まれたシルバーオーブはきっと、ああ、あるんだね。じゃあ取りに行かなくちゃ。やっぱこっち来て正解だったようだね。えへってなってる。私はチコスライムつむり。スライムつむりはおつむが賢いの。だから謎々が大好き。とっておきの謎々を考えているから思いついたら声かけるね。私と謎々勝負しよう。かわいいね、スライムちゃん。でもここじゃなかったね、うちのレシピ。これあれ、読んでない本かな。小さなメダルか。特に探してる本ではなかった。ここじゃない図書館にあるのかな、もしかしたら。あ、隣、また鍵がかかってるところだ。ここ行けない。何の固有室なんだろう。ん？いや、わかんないね、文字が。残念、入れない。あとはこの先に宿屋とかがあるね。ウエストの人もいる。外に出れるところと、あ、ホエミスライム。ん？この人はルージュ先生か。あ、止めてくれるんだ。この人たちは多分宿屋の人か。ん？クエスト。私、副校長のグレスと申します。先日図書館の本を整理していたら、古い本の中に一冊の日記帳を見つけました。おそらく卒業生が残した日記なのですが、最後のページに書かれていた不思議な伝言がどうにも気になって仕方がないのです。旅人さん、もしよろしければ、日記に書かれた不思議な伝言についてちょっとした調べ物を頼めないかしら。思い出のリボンもらえるんだ。受けましょう。どうもありがとう、旅人さん。早速だけど、日記の最後にはこんなことが書かれていました。
私の青春をここに埋めるわ。夕方、思い出の木の影が伸びる先へ、どうか受け取って、私の親友。偶然かもしれませんけど、まるで私に宛てた伝言のようで、気になって仕事も手につきません。なんだって、私の青春には、青春にも校庭に生えたブランクの木の下で、あ、親友と語り合った思い出があるんですもの。ですから、メダル城学園の校庭に行って、日記帳の伝言が何を示しているのか調べてきてください。本当は自分で調べたいけど、放課後は副校長の仕事が忙しくて見に行く暇がないの。急なお願いで申し訳ないけど、よろしくお願いしますね。最後にもう一度手紙の内容を言いますよ。夕方ね、わかった。思い出の木の下絵を引き受けたと。あ、わーいってなってる生徒もいるね。料理してるんだ。2階が行ける宿屋、一応学園の泊まるところとかん。2階だ。部屋のようだね、普通に。勉強机とかがあるね。生徒の部屋かな。あ、小さなメダル、ありがたい。あとなんか4枚ぐらい手に入れるとさ、また女学園の服がもらえるんだ。集めないと。あ、珍しい本、そしてタンス、おしゃれなベルトだ。あ、また調べちゃった。本は楽しく歌うよという歌集か。あ、バンドリフォンの歌なんだね。変な歌だな。これぐらいか。あ、一つずつ入っていこう。あ、珍しい本もある。どこに何もなし。ん？これは I love が聞こえないという小説。なんだろう、マチルダ、ヒサコのライバル、マチルダ、サクランボ。変な本だね。ほんと変な本だな、これ。ひとまず置いておこう。他には特にないか。さあ、一部屋ずつ入ってるけど、もうちょっとで終わるかな。あー、そっか、タンス調べられないんだ。ん？リップスクエストだ。どうしたの？私はブリジット、お友達への誰にも相談できない深い悩みがありますの。旅の方、あなたはお口が固くって、もしよろしければ私の悩みを聞いてくださらない？いいよ、クエスト受けましょう。メダル女の制服だ。ありがとうございます、旅の方。あなたはメダル女新聞をご存知かしら。生徒に大人気壁新聞。私はその新聞の超人気コーナー、ルージュ先生の恋のお悩み相談室に誰にも言えない恋心を相談いたしました。けれど今になって答えを知るのが怖くなってしまって、新聞を読みに行けずにいるのですわ。代わりに誰かに見に行ってもらおうにも、恋の相談をしたのが私だとはお友達に知られてしまうのは嫌ですの。そこで旅の方にお願いなのです。私の代わりにメダル女新聞を読んで、ルージュ先生の答えを見てきてくださいませ。あ、校庭2階の渡り廊下、掲示板に貼り出されてるんだ。わかった。もし掲示板の位置がわからなくなったら、大木槌のメープルに聞いてちょうだい。彼女なら場所を教えてくれるでしょう。受けましょう。いいね、クエストいっぱい受けれるね。あ、胸が苦しいってなってる。ここ調べたもんね。で、向かいの部屋。あ、羽帽子、久しぶり羽帽子で、ここは特になし。一旦部屋は全部見終わったかな。くるっと回っても同じ。うん、渡り廊下って言ってたね。これ新聞っぽいけど違うもんね。あ、あれかな、もしかしたら。ここだ。あ、大木槌のってこの子だね。あー、ショックだってなってる。ん？メダル女学部の
部長のメープルを時間をかけて作った壁新聞が、あ、突風で飛ばされたの。今後の特集コーナーはルージュ先生のお悩み相談室で、みんなが楽しみにしてたのにな。新聞を読みに来てくれたならごめんなさい。あ、そうなんだ、ダメなんだ。どうしても読みたいなら申し訳ないけど自分で探しに行ってね。新聞は、あ、やっぱそっちの方にあるんだ。なんでわかるのって、だってあの新聞は私が書いた最高傑作、簡単になくなったりしないはずだもん。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。